あーつまらない暮らしに今日も惨敗、毎日ただ寝ては起き、繰り返す飯食うのもだりは作るもんは夜明かし凋落、ダラダラすると後に転んだ積んだ明日、これは100怒鳴られる、本当に昔から変わらんな。そんな君へ連休始まるよ、明日からゴールデンウィークよ、有意義な日過ごせるようにおすすめを教えてくね。あーグループ LINE に呼びかけ、ちょっとどこかに行こう、山とか川とかマイナスイオン感じるような遠出をしたら、もう日常を抜け出しリフレッシュリフレッシュしたいんだよ、連休頑張るよ。いや県外行くのはむずくない、不要不急まず守るべきじゃない、外に出ることすらやめときなさい、そもそもお前友達いなくない、ちょい待て最後絶対余計じゃん、気をつけこじんまりすればいいじゃん、県内でリフレッシュありなんか、そもそも不要不急ってなんだ教えてくれよ、教えてくれよ。本当外の空気と人混み、屋根のない店飲みたいなと思うと、いつまでも終わらない話しながら、話戻すけど友達友達いないんだよ、気軽に呼べるやつ、あー不要不急関係なくずっと毎年俺家が多いよな、映画漫画テレビを見続けてるような、そういつも言ってるわ、今年今年こそどこか言い続けいたいわ、片手に思い出す、まだ手つけてない、あれもこれも見たいんだよ、おすすめアートを教えて。こんにちは、高見でございます。本日も動画を見てくださいました、誠にありがとうございました。もしいいなと思っている方は高評価とチャンネル登録、そしてベルボタンを押していきますと、僕は動画アップするたびに皆様に通知がいくようになっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。ゴールデンウィークが明日から始まりますね。僕はゴールデンウィーク中もあの動画を出すので、あのもしね、あのちょっと暇だなって思っている方はぜひですね、あの動画を見に来てくださったら嬉しいなと思っております。皆様からリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントよろしくお願いします。以上、高見でございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。久しぶりの替え歌でございました。いやー、ゴールデンウィークね、毎年毎年なんかどっか行きてっつってどこにも行ってないんですよ。今年も行かないんですけど、もちろんね、いつだ行けるのは。